皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日も素敵なゲストをお招きしております。早速ですけれどもゲストの1曲目からどうぞお聴きください。単純に
はい、ということで、今日のゲストはゴスペルシンガーの竹下しずさんです。こんにちは。こんにちは。竹下しずさんは、はい、ご自身で、作詞作曲も行って、そうですね、そして弾き語り、そして、はい、歌も歌うってことで、はい、はい、1曲目の、はい、ただ単純にっていうこの曲は、はい、どういう時にどういう思いで、書かれたんですか？ですね、私普段会社勤めをしながらこういう、うん、活動をしてるんですけれども、はい、こう社会で生きていくっていうの結構やっぱ大変じゃないですか、うん、なんかこういろいろなしがらみに揉まれたりとか、うん、例えば会社で自分は間違ってると思っててもやらなきゃいけないこともあったりとか、うんうん、なんかそんなことにこう、振り回されてるうちにこう自分がこう神様に対する思いとかそういうものがこう素直に神様に向き合えなくなってしまう、うん、そんなことがあったんですね、うん、でそんな時にもっとこう単純な心で神様が愛してくれてるってことを感じて、私も神様の愛に触れていきたいなって、なんかそんな気持ちで作った曲ですね、うんうんうん、本当にな、結構インパクトがね強いですよね。そうです、単純にっていう、そうですね、のがリピートして、はいはい、すごく心に残ったんですけど、 ありがとうございます、はい、本当に素直な心で神様に向き合いたいと。そうですね、シスさんは、はい、その自分で作詞作曲する時っていうのは、はい、どんな時に曲が生まれるんですか？割とよし作るぞって思わないと作れないタイプで。そうなんですか。はい、うんうん、で作るために散歩しに行ったりとかしますね、うんうん、散歩をすると何にもこう音楽とか聴かないで、うん、何にもない状態でこう散歩しに行くと割となんか心の中がいろいろ考えて、そういう考えていくうちに整理されて、あ、こういうことを言いたい、こういう曲を、こういうことをテーマにした曲を作ろうって、なんかそんなインスピレーションが湧いてきたりとか、うんうん、そんなこともありますね。じゃあお気に入りの散歩コースとか。そうですね、今ちょっとあんまり散歩行ってないんですけど、私の住んでるところの近くに江戸川っていう川がありまして、はい、その川 の川沿いがこうサイクリングコースみたいになってて、そこをこう歩いて作った曲とかもありますね。なんかしずさんの曲ってすごく季節感だったり、はい、なんか情景、なんかその風景がねこう浮かんでくるような、はい、あ、そうですか、うん、なんか嬉しいです。日本人ならではっていうかな。そうですね、うん、すごくそういうのもなんか特徴だなと思って、あ、嬉しいですね、うん、なんかそういうふうに言っていただけると、やっぱりなんかそういうのを少し意識してっていうか、うん、そうですね、やっぱり聴いてくれてる方がその曲を聴いてなんかそう世界がこう広がってって、その世界の中でその私が伝えたいメッセージみたいなものが、うん、こう伝わっていくようになったらいいかなっていう、そんな思いで作ったりしてますね。曲作りをその初めてその、はい、トライしたっていうのはいつぐらいなんですか？ですね、初めて作ったのは、こう一曲形になってこう歌として、みんなに歌われるようになった歌っていうのがあるんですけど、はい、まあクリスチャンキャンプ場のスタッフをしてまして、うん、音楽スタッフをしてて、うん、そのキャンプ場のキャンプのテーマソングを作るっていうのが、はい、私多分最初に作曲した時だったかもしれないですね、うんうん、それはなんかお願いされてとか。そうですね、そのキャンプのスタッフの方に作ってっていうふうにお願いされて作った感じですかね、うんうん、あ、じゃあやっぱキャンプ場にいたってことはやっぱり本当に自然が。そうですね、大好きなんですね。やっぱり自然の中からその神様が教えてくれてることみたいな、うん、そういうのはやっぱり歌にしていきたいなっていうのは結構ありますね。で出身が東北なんですよね、はい、そうですね、はい、今回の震災があって、はい、でなんかその仮設住宅とかいろんなとこでも歌ってるっていうふうに聞いたんですけど、はい、そうですね、私宮城県でこう割と幼少の頃を過ごして、うんうん、石巻の方で高校を卒業したんですね、うんうんうん、
でやっぱり私のね、その石巻っていうのが私の今を割と作っている時代だったんですよ。うんうん、あの音楽をすごく一生懸命やり始めた時っていうのが石巻にいた時だったんで、うん、そこで、その石巻にこうなんかこう恩返しみたいなことができないかなっていうこともありつつ、うん、やっぱり苦しんでねいらっしゃる方々に少しでも、神様の希望みたいなものを伝えて、いきたいなっていう思いで被災地の方に割とたくさん行かせていただいてますね。そうですか、はい。じゃあ次の曲に、歌っていただきたいんですけれども、はい、次の曲は、はい、次の曲は I'll Be There という曲なんですけれども、はい、これ結構喋っちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい。ですね、私小さい頃からずっと教会に行ってまして、うん、牧師家庭で生まれ育ったので、うん、神様のこう愛とか、許しとかその自分の罪のこととかそういうことをもう本当に何度も何度もこう教えられて育ってきたんですけれども、うん、本当に自分のこととして実感として神様の愛っていうのを素晴らしさっていうのをこう感じることができるようになったのって実は大人になってからだったんですね。うん、でなんていうんですかね、その自分の罪の本質というものが分かったというか、うん、それをこう認められることができるようになったっていう、うんうん、そういうふうになるまでにもう何十年もねかかってしまったんですけれども、その間ずっと神様がこう変わらない愛で私のことを愛し続けてくださってて、変わらない眼差しで見続けてくださって、そして待っててくださった、うん、そのことをこう神様の目線からこんな風に私にこう語りかけてくれてるんじゃないかなっていうのを、想像しながら作った曲です。はい、はい、じゃあ2曲目、I'll Be There、お聴きください。Yeah.
次の曲は、今歩き出そうという曲をお届けしたいと思うんですけれども、この曲はですね、被災地でコンサートをするときには必ず最後に歌っている曲です。どんなにこう傷ついて、倒れてしまってもう立ち上がれないんじゃないかな、そんなことになってしまったり、自分を見失ってしまったり、そんな時にも神様は必ず私を背負って、歩き続けてくださる、そんな神様の愛を、信じて、また一歩、歩き出そう、そんな思いを込めて、いつも歌っています。では今歩き出そうを、お聴きください。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当になんかしずさん、あの歌唱力っていうか、あのすごいですよね。そうですか。ありがとうございます。なんかあのゴスペル G ポップコンテスト、あ、ね、そうですね、あのグランプリありました、ね、はい、を取って、はい、で韓国にその時行ったんですよね、はい、そうですね、はい、あの韓国でやったあの国際大会というのに、うん、あの出させていただいて、でなんか賞をあのいただいて、そうですね、はい、あの CTS 社長賞っていうのをいただいたんですけど、うんうん、その韓国のその会場っていうのはやっぱりすごい大きいんですか、はい、規模。結構大きかったですね、オリンピック記念ホールみたいな、そんな感じのところで、はい、かなりだだっ広いところで、うん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 、なんか 3,4 千人ぐらい入る感じのところでしたね、うん、なんか日本だとちょっと考えられないですね。ちょっと考えられないぐらいのところだったんですけど、うん、割とお客さんもたくさん入ってて、うんうん、やっぱさすが韓国だなっていう感じだったんですけど、で今年あの発売されたそのアジアンインスピレーションで、はいはい、あの韓国と日本で同時発売っていうアルバムにも参加されて、はいはいはい、そこでもあの韓国にツアーに行ったんですよ ね、 そうですね、はい、あのシンガーソングライターのみぎわさんと一緒に、はい、あの何か所か韓国で回らせていただいて、もう韓国のツアーっていうのは、まあ、韓国人にとっては割と当たり前なのかもしれないんですけど、はい、あの直前になんか決まったりするんですよね、いろんなことが。わかります。だからすごい大変でしたね。で割と時間も何時までって言っていくんですけど、うんうん、割とそこには全然始まらなかったり、うんうん、逆にすごい遅れていっても全然 OK だったり、なんかすごかったですね。国民性なんですかね。なんですかね、うん、ちょっとなんかそれはね、なんか他のアーティストもね、うん、面白かったです、うん、あの結構聞きましたけど、はい、であの、まあ、今年のとか、はい、あのビジョンとか活動の予定とかっていうのはありますか。そうですね、久しぶりに CD を、はい、あの制作することになりまして、今あのちょっといろいろ準備をしているところなんですけれども、うん、はい、あのやっぱり震災の後ですね、うん、本当に神様にある希望とか愛っていうのをこう伝えていきたいっていう気持ちがすごくあの明確に自分の中でさせられて、うん、もういつまで歌を歌えるかわからないっていう、そういう状況だと思うんですよね、うん、やっぱり、うん、で歌えるうちに自分が神様からやれって言われていることをしっかりやっていこうっていう、なんかそんな思いに今なってますね、うん、そうですか、はい、じゃあ本当楽しみに、はい、その新アルバムを、ね、そうですね、聴けるのがすごく楽しみです。ぜひ楽しみにしていてください。これは出演していただいている方全員に聞いてるんですけど、はい、しずさんにとって賛美とは、一言で何でしょうか。はい、一言で言うのはなかなか難しいんですけれども、賛美って音楽に限ったことじゃないと思うんですね、うん、私は、もう絵を描いたり写真を撮ったり、そういうことでこう神様への賛美をこう表現することってあると思うんですよね、うん、で音楽は一つの手段で、うん、その手段を使って神様への感謝を表現するっていうのが私は賛美っていうもんじゃ、うん、なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、うん、で自分で曲を作って歌ってる時っていうのはどっちかっていうとこう神様のこう素晴らしさとか、神様ってこういう方なんだよ、神様の希望ってこういうもんなんだよっていうのをこう聞いてる方に感じてほしくて作ったり歌ったりっていう、うん、そういうなんかとこがあるので、それを賛美って言っていいのかちょっとわからないところも実際あるんですけれども、聞いてくださった方がその神様の素晴らしさを感じて、で神様を賛美するようになればいいかなっていうふうに、そういうふうになってくれたら嬉しいですね。本当にそういう気持ちでいつも歌ってるってことですね。はい、これからもぜひ素晴らしい、ね、はい、賛美を作り続けて、また活動、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日のゲストは、竹下しずさんでした。この番組では、皆さんからの、感想など、募集しています。ぜひ、
CGN テレビのホームページをご覧になって、見てください、それではまた次週我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。